志村けんは、日本のコメディアン、お笑いタレント、司会者、東村山市名誉市民。ザ・ドリフターズのメンバーとして活躍する傍ら、亡くなるまで自らが持つ番組でコントを披露し続け、芸能界に大きな功績を残した日本を代表するコメディアンで、ある。生前時は、渡辺プロダクションを経て、伊沢オフィスに所属していたが、同じザ・ドリフターズのメンバーで、 2004年に死去した、イカリア・チョウスケと同様に没後も伊沢オフィスに席を残している。1972年までの旧芸名の表記は、志村健ドリフでの初期には、志村健名義での表記もあった。本名は、志村康則で、構成作家としては、本名名義でクレジットされた。小学校教諭だった父、健氏と母、和氏の三男として、 東京都北多摩郡東村山町に生まれる。二人の兄これと次男、ビサ男は大学を卒業して公務員になったが自身は大学へ行かず異なる人生を歩むこととなった。なお、芸名の剣は父の名前から取ったものである。父は厳格な人物で彼の支配する家庭は重苦しい雰囲気に包まれていたが当時はまだ珍しかったテレビのお笑い。 番組で漫才や落語を見ていた時だけは嫌な日常を忘れることができたという。志村によればお笑い番組を見ている時だけは親父も声を出して笑っていたと語っており、その体験からお笑い芸人の世界に憧れを抱くようになり、中学生の頃から本格的にお笑いを仕事とすることを決心する。志村が中学生だった頃の父は校長への昇進を目指して、 勉強に励む毎日を送っており、志村はそれをつまらない人生だなと思っていたとのこと。東村山市立東村山第二中学校、在学中は文化祭でよくコントを披露していたといい、ところ常時の演説とバンドを組んだこともあった。その後、両親の方針でお金がかからない都立に行けとの理由から新設された東京都立久留米高等学校に進学し、 同校の第一期生となる。中学校から同校を受験したのは志村を含めて13人で、教師からは志村は無理だろうと言われたが、合格したのは志村一人だけだった。同校ではサッカー部に所属し、ゴールキーパーとして活躍した。1968年2月、高校卒業間際に、怒りや長介の家へ直接押しかけ、弟子入りを志願する。ゆりとる。 コント55号、ドリフのいずれに、弟子入りするか迷ったが、音楽性の面からドリフを選んだ。雪の降る中、イカリアの帰宅を12時間ほど待ち続けるも、門前払いされたが、それでも食い下がったため根性を買われ、坊やが辞めて、メンバーに欠員が出たらという条件で、仮採用された。イカリアは後に、帰宅すると勝手に言っただけで待っててくれと言った覚えは、ないと語っている。 一週間後に呼び出された、後楽園ホールで、イカリアから正式に、ドリフの坊やとして、採用を告げられた志村は、じゃあ卒業したら来ますと答えると、バーカ明日から行くんだよ、青森に。と言われ、翌日から青森巡業などへ同行させられるなど、すぐに多忙となり、高校卒業式は、当日の午前中だけ時間をもらい慌ただしく、式に出席し、仕事に戻った。 加藤茶の付き人となるも、一年余りで一度脱走し、バーテンダーなどのアルバイトをしていた。仲間が伝えるのを忘れていたため、脱走したとメンバー内で騒がれていた。戻ってきた時には、イカリアの家に行きづらかったことから、加藤の家に行って頼み、イカリアへ口添えしてもらったところ、二度も弟子入りする奴は、よくよく好きなんだろうとで戻りを認めてくれた。その後、 しばらく加藤の付き人として、加藤家に居候する。1972年、22歳の時に、井山敦史とお笑いコンビ、マックボンボンを結成し、志村健の芸名で芸能界デビュー。井山のボケに対して、志村が立ったままの姿勢から足で顔面に突っ込みを入れるなど、体を張ったネタを披露し、歌謡賞の前座として人気を獲得していく。 10月には早くもコンビの名前を冠したテレビ番組、銀ギ,ギラ、ボンボンに出演が決まり、芸能界デビューが冠番組となる幸運となるが、知名度の低さ、ネタの少なさもあり人気は低迷。12月31日放送分で番組は打ち切りとなり、この時点でイヤマが脱退。コンビはその後、自衛隊出身の福田正を相方に迎えるが、 福田はそもそも芸能界志望ではなく、ネタ合わせも全く身が入らないありさまで、結局自然消滅した。志村はドリフの付き人に戻ったが、戻った直後の1973年12月に、メンバー見習いの扱いで、志村県に改名した上でドリフに加入した。当初、全員集合のオープニングテロップは見習いと入っていた。 1974年3月31日をもって、新井中が脱退し、4月1日にドリフの正式メンバーに昇格した。この時、イカリアは、自分や新井と同年代の新メンバーと洋歌豊の加入、及び諏訪真嗣の昇格も検討していたが、志村の順番であったことと、加藤の推薦により、若手の志村が起用された。当時、志村は24歳だった。 ドリフメンバーとなり、ギターを担当するようになった。ドリフの性メンバーになって2年間ほどは、ギャグがあまり受けず、志村にとって、スランプの時代であった。天気となったのは、8時だよ。全員集合の少年少女合唱隊のコーナーで、東村山音頭を歌ったことで、これにより一躍人気者となる。きっかけは1976年3月6日の、 新潟県民会館での公開生放送での同コーナーで新潟にちなんだ歌として佐藤家さんを全員で歌い、その後にゲストやドリフメンバーの故郷の歌をそれぞれ歌うという趣向だった。そこで志村は地元の東村山音頭を披露することになり、制作段階でリメイクを施して4丁目が完成。これに手応えを感じ、さらにリーダーのイカリアが3丁目を作詞、 作曲し、志村の作詞、作曲による一丁目が加えられて、この三曲を本番でまとめて歌った。すると、毎回このコーナーの最後に歌った方がいいということになり、ついには各丁目ごとの衣装が作られるまでになり、特に一丁目は、毎回様々な衣装で観客や視聴者を表せた。志村の東村山温度は、東村山市の知名度向上にも大きく寄与した。 イカリアがツッコミであるドリフではボケを担当することが多いが、マックボンボン時代はツッコミであり、全員集合でイカリアがポリープの手術後で声を出せない時に、イカリアの代役としてツッコミを担当したこともある。全員集合の後半コントなどでも、女性歌手や加藤をボケに立て、自身がツッコミに回るコントもあった。加藤健のコンビでは、基本的に加藤がボケで、 志村がツッコミを担当した。ビートたけしとコントを演じた際も、たけしのボケに、志村がひたすらツッコミで回していた。また、沢田健二とのコント内でのやりとり、息の合ったコンビネーションが人気を呼ぶ。1979年には、加藤茶とのヒゲダンス。1980年には、カラスの勝手でしょが人気を博した。1981年2月18日。 中本浩二、TBS プロデューサーの胃作り吉美と共に、競馬の飲み行為容疑で、任意調子を受け書類送検されたことが発覚。当時の新聞の社会面やトップを飾り、朝日新聞の見出しは、飲み場券だよ。全員集合であった。掛け金が多額だった中本と胃作りは、略式基礎で罰金刑となったが、志村は掛け金が1万6千円と少額だった、ことから、 基礎猶予処分になった。この事件で中本と共に1ヶ月間謹慎となり、以降しばらく全員集合などへの出演を見合わせ、当時ドリフ全員で出演していた長屋園の振りかけの CM も志村、中本を除く3人のみが出演しているバージョンに改められた。また、ドリフ大爆笑で加藤茶とのコントで加藤の馬を使ったボケに対して、 俺あんまり馬で良い思い出ないんだよと語り、加藤が苦笑いで、俺ずいぶん働いたっけね、あの時と述べたことがあるなど、他のコントでも、加藤が志村に対して、飲み行為のことをけしかけて、笑いを取るという場面があった。1985年に、全員集合が終了し、5番組として1986年に、か、とちゃんけんちゃんご機嫌テレビがスタート、加藤がボケで、 志村がツッコミを担当する。その後、自身をメイン出演者とした初の冠番組、志村ラの失礼します。志村ラの大丈夫だ。志村ラのバカ殿様などで、ドリフメンバー以外との活動が多くなる。この頃から変なおじさんに代表される、ドリフとは一線を画した独自のコントスタイルを確立し、第2の人気ピークとなる。 1988年の大晦日には山中秀樹と共にニュース番組デートライン特別版のキャスターを担当した。1996年にはゴールデンタイムのレギュラーから深夜枠でシムラ X、シムラ XYG、シムラ X 天国を2000年まで担当した。死亡説1996年9月頃突如として 志村健県市防がパソコン通信などを通じて全国的に流布する。噂は、尾ひれがついと拡大し、群馬県の赤城国際カントリークラブで急性心筋梗塞を起こし休止した、オゼを観光中にオゼ沼に落ちて溺死した、タバコの吸い過ぎが原因の肺がんで、栃木県立が無センターで死んだ、栃木県の国道で、 交通事故に巻き込まれて事故死した死んだことは49日法要が過ぎてからでないと公表されない今放送している番組は生前に取り溜めしたものなどと具体的な内容の噂に発展栃木県立がセンターが志村さんは入院していないという異例の声明を出すに至り9月28日には本人がインターホン越しに記者会見し 健在をアピールする事態になった。この時期、志村県は健康体で、入院が必要な大きな病気や怪我もしておらず、噂の発生原因は不明だが、志村のゴールデンタイムの全国ネット番組が終了したことで、志村が自殺したのではないか、収入がなくなって死んだなどという噂が、週刊誌などでも広まった。騒動が収まった後、高木文が自身が聞いた。 発生説として、この時期に、志村健という人が、北関東地方で亡くなり、それが志村と混同されたからだと語っている。1997年後半以降、バラエティ番組のゲストとして呼ばれることが多くなっていった。また、子供の時に、テレビで志村を見て育った芸能人などから、再び注目され始め、第3の人気ピークを迎えた。 ただし以前のピーク時とは異なり、重鎮的なポジションで扱われる立場となったこともあり、前世時と比べれば露出度は穏やかなものだった。1998年12月30日、21世紀プロジェクト、年越し30時間テレビ今日だけお店数々の名番組大集合。後半部では加藤と共に出演した。一方、1985年の 全員集合の終了後、シリアスな俳優として、新境地を開いた、イカリアや加藤と路線をことにし、古畑忍三郎の犯人役のオファーを断るなど、一貫して、コントやバラエティ以外のテレビ番組や映画で、俳優として出演しないことを心情としていた、志村だったが、1999年には、映画、鉄道院には出演した。自宅の留守番電話に、 高倉健次期時期の出演以来のメッセージが残されていたため、高倉さんの申し出があったのに出演しないとは言えなかったと出演の理由を明かしている。この時の録音テープは、家宝としてその後も大切に保存しているという。なお、その映画で担当した役は原作にはないシーンで、原作に登場しない人物である。その後、 鉄道院出演以降は一部の声優業を除いて映画には一度も出演したことがなかったが2020年12月に公開される予定の映画キネマの神様に手須田正樹とダブル主演を務めることが告知されこれにより鉄道院以来約20年ぶりに映画出演を果たす予定であったしかしながら新型コロナウイルスに感染したことで事態を余儀なくされ 結局出演を果たせぬまま2020年3月29日に合併症の肺炎で死去した。バカ伝で共演していた東八郎に、東さんはいい年になってもなぜバカな演技ができるのでしょうか。と尋ねたとき、東から芸人が本当は利口だと思わせようとしたり、文化人面したりするようになったら、おしまいと言われた。志村はこの言葉に深く感銘を受け、東に、 尊敬の念を抱いていたと何度も発言している。1990年代半ばあたりまでの志村は非常にテレヤでフリートークが苦手だったためトーク主体のバラエティ番組への出演はほとんどなかった。トークバラエティ番組に出た際は歓迎されたが、やはりツッコミが主な仕事だった。当初はほとんどがコント用のカツラにメイクをした姿での出演だったが、 これはそれまでコント一筋だった志村にとってバラエティ番組に出演することは勝手がわからず気恥ずかしいという気持ちからである。自分自身のことを語るトーク番組の出演は苦手であり、地声は低音であると2002年5月29日に放送された私は諦めないでも語っている。しかし、その後は様々なトーク番組に頻繁にゲスト出演する経験を経て、 素顔、コント用メイクのどちらでも出演するようになった。2000年代になってからは健康オタク、動物愛好家としても知られ、お笑いタレントとしてのみならず、コメンテーター的存在としても活動していた。ただし、トーク主流のテレビ番組のあり方については、持論として、いくつかの雑誌などでのインタビューで疑問符を投げかけていた。また、テレビ不況についても嘆いており、自身のコントでも、 クイズ番組が多すぎる時代劇が不審と苦言を呈していた。お笑いのショーレースやコンテストで審査員を務めることもあり、コント専門ながら漫才の大会であるザ・漫才2014では審査員として出演した。また、歌ネタ王決定戦でも第2回、第3回大会で審査員を務めた。2001年12月には県、県名義で、 ケンナオコとのデュエット曲、銀座あたりで銀、銀、銀、をリリース。さらに翌2002年4月には、バカドの様とミニモニ姫、そしてミニモニ、とのコラボレーションシングル、アイン体操、アイン、ダンスの歌をリリースした。2001年12月、盗撮事件による謹慎が解けたばかりだった、田代正史が、 男性宅の風呂を覗き見及び覚醒剤所持で再び逮捕されたことに対し、田代の芸能界復帰を支援していた志村は、桑野信義と共に、あいつは最低なことをしたのだから芸能界から消えてもらいたいと田代を突き放すコメントをした。しかし、2009年11月、志村の楽屋に田代が訪れて土下座をしたことを自身のブログで報告し、ブログ上で田代にエールを送った。 2004年4月15日、自身が MC を務める天才、志村動物園が放送開始。元来の動物好き、シャイで涙もろい志村の人柄をそのまま生かし、人気番組となる。2004年12月7日、東京都三鷹市内の自宅に泥棒が侵入し、時計や宝石類1000万円相当と現金に40万円を盗まれる被害にあった。 本人は会見で、迷惑だねえと困惑の色を隠せなかったが、後に、ちゃんと仕事して金稼いでくださいと犯人にコメントし、最後に、大丈夫だと締めた。後に、天才。志村動物園でこの事件が取り上げられた際、ペットの犬たちは、人懐こいため泥棒に吠えなかったことが明かされ、番犬にならないと苦笑した。また、ホームセキュリティに加入していたにもかかわらず、 警備員が駆けつける前に盗難被害に遭ったことも話題となった。当時、志村は発掘。あるある大事件にの収録のため大阪に行っている最中に起きた出来事である。2005年、ビートたけしと組んで1時間半のコント番組、たけし、志村史上最強の爆笑スペシャルを制作。ダチョウクラブやたけし軍団の一部も参加した。番組の最後には、 志村のシャミセンとタケのタップダンスの共演が披露された。2006年4月、理想のお笑いを追求すべく、東京芸術劇場で、志村魂と銘打った舞台を上演する。前半に、バカ殿様とコント一本、後半は、藤山博美の作品、一姫二太郎さんかぼちゃを、ラサール石井がリメイクした舞台を上演した。2006年より、 自身のブログを更新していた。ブログでは日々の生活などが書き込まれており、60代からは体調の変化について書き込まれることも増えていた。2007年6月には東京芸術劇場と中日劇場で第2弾、志村魂2を上演。第1弾の演目に加え、津軽ジャミが上演された。2008年5月から7月には全国で第3弾。 志村ラ魂3を上演。後半に藤山ひろみの作品、人生すごろくをリメイクした舞台を上演した。2009年7月、銀河劇場と中日劇場で第4弾、志村魂4を上演。2010年7月から8月にかけて、全国で第5弾、志村魂から、初馬の日に、マイナスを上演し、後半に、初馬の日に、を上演した。 2011年7月には銀河劇場で第6弾、志村魂から、初馬の日に再び、を上演。2012年6月から同年7月にかけて、全国で第7弾、志村魂からまず健康を上演し、後半に、まず健康を上演した。2015年11月23日に、一番のファン、だった実母が老衰のため死去。96歳坊つ。 ブログではたびたび母に感謝すと記していた志村は天国からまだまだ応援見守ってくださいなどのコメントを発表した。2016年8月19日、肺炎で入院したことが判明した。これに伴い8月20日及び21日に予定されていた公演志村魂の大阪新歌舞伎座公演は中止することになった。その後、 8月31日に退院している。それまでは1日に3箱のタバコを吸うほどのヘビースモーカーであったが、この件にショックを受け、その後禁煙をした。ただ、長年の喫煙習慣が一因となり廃棄種を患らったとされる。また、酒に関するエピソードも数多い一方で2018年に肝硬変と診断され、当時周囲にバカ殿はもうできないと弱音を漏らしていた。 2020年2月22日、東京都内で開かれた誕生日パーティーでいの切除手術を受けたことを告白。その際に、志村は詳細を語らず、がんだったのではないかと出席者から心配の声が出たものの、所属事務所によると、健康診断で見つかったポリープ切除の内視鏡手術で1月に4日間入院していたとのことで、 直接的に仕事に影響を及ぼすことはなかった。2020年3月17日に倦怠感を訴え自宅で静養。同月19日に発熱と呼吸困難の症状が出始め、翌20日に医師による訪問診察で重度の肺炎と診断され、東京都港区内の病院に緊急入院となった。入院後21日に 人工呼吸器に切り替えた段階から意識はなかった。入院の際に新型コロナウイルスの検査を実施したところ、23日に陽性と判明した。24日に人工心肺が必要と診断を受けて、新宿区の国立国際医療研究センター病院へ転院して、育務を装着。入院時には肺に影も見られ、一時は軌道を確保する、気管送還の処置も取られた。 また、同日には保健所による調査で3月17日が発症日であることと濃厚接触者の特定が完了したが感染経路については不明とされた。検査結果を受け、同年12月公開予定だった地震発の主演映画キネマの神様のクランクインが延期となり、3月26日、同作への出演を辞退したことを所属事務所が発表した。 2020年3月29日23時10分、新型コロナウイルス感染症に伴う肺炎のため、死去。去年71。死去の時点で、自身の舞台志村魂、し村憲健の地方公演の予定が組まれていたほか、映画主演、朝の連続ドラマに出演が決まっており、俳優業にも本腰を入れてかかろうとしていた矢先の悲劇だった。志村の不法は、 翌30日の9時40分頃から各テレビ局のニュース速報で報道された。速報が出た当時は大半のテレビ局が朝の情報番組の生放送中であったため、志村の不法を知って驚く出演者たちの様子が映し出された。中でも当時、スッキリのレギュラー出演者で、志村とは志村動物園等で共演しており、進行があった近藤春菜は生放送中に、 志村の不法に接し、大変ショックを受けて号泣した。志村の死に際し、加藤茶らドリフメンバーは次のようにコメントを出した。ドリフの宝、日本の宝を奪ったコロナが憎いです。皆さんも身近に感じて気をつけてくださるようお願いいたします。加藤茶ドリフも順番に行く年になったとは思ったけど、一番若い志村が長さんの次になるとは、非常に悔しいです。 中本浩二志村早すぎるよ。俺より先に行くなんて。3年前に久しぶりにドリフでコントやったとき、高木さんも80歳すぎて頑張ってるんだから自分も頑張らなきゃなって言ってたよね。また一緒にコントやりたかったのに。心よりご冥福をお祈り申し上げます。高木ブーフ法事に海外の一部メディアは日本のロビン・ウィリアムズと称した。 2020年3月25日放送の、あいつ今何してるでは、ゲストとして出演。同年3月10日に収録を行っており、これが、生前最後の番組収録となった。加藤茶による、長治2020年4月1日、志村の旧姓を受けて、急遽放送が決定した、富士テレビの特番、志村健さん追悼特番46年間笑いを、ありがとうにおいて、 加藤茶が長寺を読み上げることが報道され、同日、その様子が生放送された。以下はその全文。長寺志村。ひどすぎるぞ、お前。一番、若いお前が、俺たち差し置いて天国に行っちゃうなんてな。まだ、俺たちと一緒にやらなきゃならないことがたくさん、あっただろうに。それを勝手に一人で先に行っちゃうなんて、お前はバカだよ。天国の長さんも、 まさかお前が最初に来るなんて思ってなかっただろうな。びっくりしたと思うよ。長さんの次は高木ブーだと思ってたもんな。でも久しぶりに二人っきりでいろんな話ができるから、長さんも喜ぶんじゃねえかな。まあ、いずれそう遠くないうちに俺たちもそっちに行くと思うから、それまで長さんと酒でも組み交わしながらドリフの新しいネタでも考えといてくれよ。五人がそっちに、 全員集合したら、そっちのお客さんを大爆笑させようぜ。約束だぞ。じゃ、それまでゆっくりと休んでくれ。大好きな志村よ。令和2年4月1日ザ・ドリフターズ、加藤茶名を同番組内において同席した中本孝二は、全く同じ高木ブーは、決めたの。決めました。普通の一般の方とは違うんだよ。僕らはね。 だから、志村は死なないの。ずっと生きてると述べた。2020年3月30日放送開始の連続テレビ小説、エールでテレビドラマに初出演。山田幸作をモデルとする役で5月1日放送分から登場。3月29日に志村が休止した際には代役を立てての取り直しも検討されたが、 志村の役者魂に心を打たれたスタッフらの思いもあり、撮影文はそのまま放送しその後はナレーションで物語をつなぐとしている。2020年4月29日、志村でないとの後続番組として、志村友達が放送開始。大悟と柴田秀次を MC に迎え、志村にゆかりのある人物が過去放送したコントを振り返って、 トークを繰り広げる形式になっている。番組自体は、志村の存命中から企画されており、志村とゲストとのトークをメインとした番組を予定していた。2020年5月15日、映画、キネマの神様で志村が演じる予定だった、主人公の大役に、かつて共演が多くコンビ芸を披露していた、沢田賢治の起用が公表された。2020年6月25日、 出身地である東京、東村山市から名誉市民として選定された。2020年8月22日、24時間テレビ43において、志村をテーマにした、ヒューマンドキュメンタリードラマ、誰も知らない、志村県から残してくれた最後のメッセージマイナスが放映された。志村役は、相川広重が務めた。二千二十年九月九日、第十七回。 浅草芸能大賞特別功労賞を受賞したことが発表された。2020年9月29日、志村の出身地である東村山市が志村の生前の功績を称え、志村の銅像を作ることを発表した。2020年10月22日、第36回 ATP 賞、テレビグランプリ特別賞を受賞。受賞式には中本浩二が代理で出席した。 2021年6月26日、西武鉄道、東村山駅東口に、志村の功績を称える銅像が完成、除幕式が行われた。ソウルミュージック、ファンク、ジャズなどの音楽に興味を示し、自宅には膨大な数のレコードや CD のコレクションがある。ヒゲダンスで使用された BGM が、テディペンダーグラスの ドゥーメのリフをループしたものであったり、ドリフの早口言葉が、シュガーヒルギャングのラッパーアッツディライトの印象にウィルソン・ピケットの Don't Knock My Love のバックトラックをはめ込んだものであったりしたが、これは当時ソウルミュージックを好んで聴いていた志村が探し出して推薦したものである。さらに志村加入後に発売されたドリフターズのシングル、ドリフのバイのバイのバイでは、志村によるソウルフルな愛の手も聞かれる。 ドリフにおける担当はギター。過去のバンド演奏でキーボードを弾いている姿が見られるが、高木ブーはギターだった。俺が洗井の担当だったキーボードになってギターしか弾けない志村がギター担当になったと発言している。番組内でビートたけしのタップダンスに合わせてシャミゼンを弾いたり、コントで霊媒師を演じた時にはビワで ギターのテクニックの一つであるチョーキングを披露するなどバンドマンとしての技能が見られた。中学以来のビートルズファン。このためか中学時代には畑でバンドをやっていたという。ビートルズの日本公演を見に行った際、持参したカメラで一枚のみ隠し撮りをしており、その写真をパネル化してテレビ番組で公開したことがある。その写真ではジョン・レノンが丸いサングラスをかけており、 九百六十六年七月二日、公演とわかる。同日の公演は、音源、映像とも、公式には一切収録されていない。パフュームの大ファンで、志村の指名により二千十五年十一月十四日、放送の、スイッチインタビュー達人たちで、パフュームと対談した。津軽ジャミセを趣味としており、阿ガツマヒの指導を受けて、短期間で上達、舞台の後半で、 たびたび披露していた。きっかけは、アガツマの楽曲、神の舞を聴いて、感銘を受けた志村が、その曲が弾けるようになりたいとアガツマに指導を頼み込んだことにある。当初、アガツマは、神の舞は、非常に高度な技術が要求されるため、志村には、基礎的なジョンから、節から教えようと思っていたにも、かかわらず、予想を超えるスピードで、志村が、 神の前を習得してしまったという逸話がある。志村はこの上妻の楽曲、神の前を舞台でたびたび演奏した。音楽カルチャー雑誌、ジャムではアルバムのレビューを連載し、ブラックミュージックのアーティストを数多く紹介した。スローな曲に魅力を感じてソウルを聴くようになったと語っており、ソウルに来るようになったきっかけはオーティスレディングだった。 2020年にライブストリーミングドンムネで配信されたシムラの追悼を5時間番組ではファンクサイドオブケンシムラというタイトルでブラックミュージック愛好家としての面に焦点を当てて紹介された。日本だけでなく台湾、タイ、インドでも知名度が高い。またイランの政府高官は中日イラン大使館の在留大使時にシムラのコントを見て大ファンになり帰国後。 国品として招きたいと言ったり、テヘランのレンタルビデオショップには、志村の特設コーナーもある。さらに、在日外国人に最も人気が高いタレントの一人とも言われ、六本木で出会ったアメリカ兵から、お前はアメリカに行くべきだ。俺の舞台の連中は、みんなお前が大好きだと言われたこともある。父、ケンジは小学校教諭で、教頭まで昇進してからは校長への昇進を目指して、 日々勉強に励んでいた。志村が小学校時代に給食費を滞納し、中学校に上がってからそのことを知った際には厳しく、叱ったという。しかし、志村が中学生だった1962年に、自宅前で交通事故に愛不傷する。その時は、大事には至っていない様子であったが、事故から3年後、志村が夕飯ができたので、書斎に呼びに行ったところ、 どちら様ですかと聞かれたため、志村は驚いたという。志村によると、この時の検事は脳内出血による記憶喪失となっており、志村がドリフの付き人になろうと決意した頃には、物事の判断がほとんどできなかったため、志村が実際にドリフの付き人になった時にも、検事は反対しなかったとのこと。志村のじいさんコントは、 この時期の父親をモデルにしたものであると自身の著書、変なおじさんにて明言している。ケンジは47歳の時に学校を休職し、その後は街を徘徊するなどの行動をとるようになっていた。そして、志村が正式にドリフのメンバーになる前の年である1973年に54歳で亡くなった。志村はテレビの収録直前、母。 和子から電話で一報を知らされて駆けつけたが、顔を見ることはできなかったと振り返っている。母、和子は踊り上げ事が好きで、自分は母の性格を受け継いだのかもしれないと、志村自身は語っている。和子は志村がドリフの付き人として、修行を始めた時から常に志村を応援し続け、晩年まで志村健県の一番のファンであることを公言しており、 バカデのコントでは、志村と共演するなど、自らテレビに出演することもあったが、2015年11月23日に96歳で亡くなった。当時、志村も自身のブログにおいて、私の一番のファンの母親が亡くなりましたと公式に語った。長兄、智もは、東村山市役所の職員として2017年4月まで勤務していた。 友幸は60歳の正規職員としての定年退職以降も臨時職員として70歳は弟子に奉職した。退職した翌日には、友幸が渡辺直東村山市長と握手している写真が渡辺のツイッターに掲載され、志村けんそっくりであると話題になった。付き人時代は貧乏で食べるにもことかく生活だった。他のメンバーが、 楽屋でラーメンを食べている時でも、付き人の志村はラーメンを注文する金もなく、他のメンバーの食べ残しを全部合わせて一人前のラーメンにして、それを付き人同士で分けて食べていた。ある時、スープの中に入れて、おじやにして食べようとライスを注文し、メンバーがスープを残してくれるのを待っていると、全員がスープまで残さず平らげてしまったため、志村は思わず隣にいた。 加藤茶に向かって、加藤さん、このライスの立場はどうなるんですかと激怒したことがある。送迎用にロールスロイスを所有しているが、志村自身は自動車の運転免許を持っていないため、専属の運転手を雇っている。ただし、人気者で行こう。の企画で教習所で一度だけ車の運転をしたことがある。2011年7月、愛犬の大介を亡くした。 本名の志村康則名義でアイーン・ベルやアイン・ジェイドなど15頭の馬を保有していた。テ子の部屋にはドリフターズのメンバーの中で生涯ただ一度も出演しなかった。志村のような芸歴が長く非常に高い知名度と功績のある芸能人が長寿トーク番組である同番組に一度も出演していないのは極めて稀なケースであり制作局である。 テレビ朝日の番組担当者ですら志村の生協後までこの事実を知らなかったという。一度も出演しなかった理由は明らかにされていないが、前述の通り志村はフリートークが元来苦手であり、トーク番組への出演頻度があまり多くなかったことも一因として挙げられている。なお、志村以外のドリフメンバーは全員同番組に出演している。また、同番組で司会を務めている。 黒柳哲子は2020年9月16日放送において、志村んのバカ殿様のファンだったことを明かし、大好きで必ず見ていたんです。私も出たいなと思っていたんですけどね、と語り、志村との共演が果たせなかったことを悔やんだ。2013年3月には、三陸鉄道南リアス線、吉浜駅の非常勤駅長に任命された。 2020年7月22日に放送された水曜日のダウンタウンの古今東西日本人知名度ランキングでは第8位にランクインした。これはぶっこ者としてはトップである。お笑い芸人としてもビッグ3に付く順位である。プロレス好きでたびたび試合を観戦していた。ある時の試合ではラッシャー・秋村に観客席にいるところを発見されて、やっぱり志村健さんじゃないですかと。 彼のマイクパフォーマンスでいじられたことがある。またプロレスラーの淵正信、川田敏明とは、親交があり、大親友であった。イカリア長介に弟子入りする際には、芸能人名館に記載されていた、イカリアの自宅住所を見て自らを仕掛けるという手段を取ったことを、志村自らが明らかにしている。イカリアとは一時期不仲だった。当時のドリフ大爆笑でも、 イカリアと絡むコントは、ほとんどなく、リハーサルや撮影が別々に行われたりもした。また、雑誌、スイッチノーベンバー1991特集、志村健、笑う男史上では、今のイカリアさんは、面白いとは思わない。実際、イカリアさんとは2年以上会っていないし、と語っていたが、イカリアが亡くなった時に、自宅へ真っ先に向かったのは、加藤と、志村だった。 二人ともショックでしばらく動けなかった。死後にはイカリアに対して自分の師匠として間違いはなかったと述べている。ただし、イカリア自身の著書、ダメだこりゃの中に、志村をリーダーに第二のドリフを作ってほしいと思っているという胸の記述がある。また、イカリアの息子であるイカリア孝一も自身の著書の中で自分の見た限りでは特に不仲を感じることはなかった。父さんは、 か、とちゃんけんちゃんご機嫌テレビを見ては、こういう方法があるのかと関心を示していたと、述べている。また、怒り屋は亡くなる、数ヶ月前に書き記したノートに志村と加藤への、三次の言葉を残していたことを光一が明かした。幾度も、打ち合わせやリハーサルを繰り返して、あらかじめ練りに練ったシナリオをこなしていく。 予定調和のお笑いを良しとしていたイカリアに対して、志村は適宜アドリブや楽屋落ちを入れ、時にはボケとツッコミが目まぐるしく逆転する予測できないハプニングを含めたお笑いを試行し、スタジオコントでは画像処理や CG 合成など最新の手法も積極的に取り入れていたというお互いの笑いのスタイルに対する考え方のズレが現れていた。この兆候は、 全員集合時代後期から現れており、志村の、いわゆる、客いじりのアドリブが、当時番組内では、TBS の制作人よりも発言力のあったとされる、イカリアが組み立てたコントのタイムテーブルを崩し、生放送の中では、後半の時間が詰まる原因になった。時には、イカリアがそれに便乗することもあった。年の近い加藤とは特に親密であり、ドリフイ爆笑では、 息の合ったコントを披露したり、共演番組や二人をメインにした特別番組が制作されることが多かった。両者はいつしかか、とちゃんけんちゃんと呼ばれるようになった。志村自身、加藤とは性格や趣味に至るまで自分と似ており、息統合しやすいため、付き人になって間もない頃からすぐに仲が良くなったと振り返っている。このことは、 加藤自身も付き人になって一月もしないうちに付き人より友達の状態になっていたと振り返っており、指定関係お構いなしにプライベートではため口になって、よく志村に頭を叩かれて、その性格からいつか売れるじゃないかと感じたと語っている。ドリフ新メンバーの加入経緯も、加藤自身、舞台でコントをする際、仲の良い志村が加入した方が、加藤個人としてもドリフの活動に、 ストレスの負担が軽減されるから、怒り屋に推薦したと語っている。加藤と共に、ラスベガスで合流するなどプライベートでも親交があった。加藤の妻と三人で遊びに行った際は、志村と加藤の会話が二人にしか通じない話し方で、会話をしててよほど仲が良かったんじゃないかとも妻の、綾やは振り返っている。入れ替わりで脱退した、荒井中とは、 口数は少なかったものの良好な関係だったと語っており、荒井がドリフを辞める1ヶ月前に、付き人として2人で、ニューヨーク近辺を陳道中したことを語っている。全員集合終了、ドリフ大爆笑不定期化後、イカリア以外のドリフメンバーとも距離を置いていたが、1990年代までは、志村が同一の番組で共演したことのある、ドリフメンバーはほとんど、加藤のみだったが、 2000年代からは、高木ブーが、バカ殿に、ゲスト出演することが増え、志村の主演する2005年のアリコジャパンの CM で、高木は、特別出演をする。2016年には、志村の発案で、隣の志村にゲスト出演するなど、高木との共演数も増えている。高木ブーは、志村健の死後、追悼番組にて、志村がドリフに加入した時、演奏で自分がミスをしても、 イカリ長介は常に一番年下の志村ばかり、怒鳴りつけていた。それを平然と耐えていた志村には感謝していると、語っている。中本浩二とはイカリア正居前後以降、その直後の特番を除いて単独で共演したことは一度も、ない。また、荒井中とは、か、とちゃんけんちゃんご機嫌テレビに、荒井が、ゲスト出演して共演した経験がある。 加藤の話によると、ドリフ最終決の話が持ち上がることを嫌がったとのこと。理由としては、イカリアとの不仲説や、単独で他のドリフメンバーをしのぐ人気と活躍をしながら、ドリフでは一番下扱いされることが不満だったと言われる。2012年3月に、加藤が前年に入籍した妻との結婚式と、披露宴を行った際には、高木と、 中本は出席したものの、志村はテレビ番組の収録を理由に欠席して、ビデオメッセージで済ませたため、一部のマスコミより加藤との不仲説が指摘された。だが、加藤の妻によると、実際にはかなり年齢差のある結婚に、世間や週刊誌からバッシングを受ける中で志村だけは喜んでくれ、加藤とは共演は少なくなっても電話で頻繁にやり取りしていたようである。 2017年、大丈夫だで12年ぶりに、ドリフが再集結し、信頼者など、往年のコントが復活した。呼びかけたのは、志村である。志村は、セットでコントをやる人が少なくなってきているので、実際に、ドリフはこういうことをやっていたというのを再確認して、もらおうと思って集まってもらいましたと述べている。生涯独身であり。 またドリフメンバーの中では唯一結婚歴がなかった。ただし結婚の願望は強く、母に子供の顔を見せてやりたい、人恋しく、人肌恋しいとブログに載せていた。付き人時代に同棲していた女性とは婚姻に至る前に子供を授かったが、周囲の反対でその女性と別れたことを、次女、変なおじさんの中で告白している。また、3年間の同棲の果てに、 内縁関係を主張して財産の半分を持っていった女性もいたが、この女性とは特に結婚も考えていたと直後の記者会見で語った。また、日本航空にスチュワーデスの愛人が複数いると報じられたこともある。さらに大のキャバクラ好きでもある。このように女性との交際は多いものの、特定の女性との関係を長続きさせるのが苦手であるため、 なかなか結婚に踏み切れないことは本人も認めていた。太地きわこは志村の熱心なファンだった。志村の著書によると若い劇団員に対し、ね、志村さんのおばあさんは本物に見えるでしょ。まずはそう見えるかどうかが大事なのよと言ってくれたと記されている。太地は大丈夫だの常連ゲストとしてたびたび出演し、 タイの休止直後には追悼番組が放映された。1980年代から1990年代中盤にかけて石野陽子らとの交際の噂が各メディアでたびたび報じられたものの結婚へはたどり着かなかった。タモリが総合司会を務めた笑っていいとものテレフォンショッキングのゲストとして出演した際に桑野信義が志村をゲストとして呼ぼうとしたが、俺、 明日ゴルフだからと断った。この頃の志村は前述にあるようにトーク番組が苦手なこともあり、コント以外の番組にゲスト出演することがほとんどなかった。その約10年後に作家の嵐山幸三郎の紹介で初めて出演し、2007年にも加藤茶の紹介で、2013年にもバカ殿様の番宣でテレフォンショッキングに出演したほか、健ンナオのユニット、 剣剣としてもゲスト出演した。他には、過去に、ジャングル TV タモリの法則や、ミュージックステーションにも出演した。アカシア・サンマとは、サンマが司会を務める、サンマのまんまをはじめ、踊る、サンマ御殿、や、恋の空騒ぎにゲスト出演した。ビート・タケシとは、神出鬼没、タケシム剣での共演を機に、お互いを尊敬し合う中であった。 それ以前よりたけしは志村をはじめ、ドリフターズに好意を持っており、たけし軍団はドリフターズを意識して結成した。こんなバカな人間が大変な賞をもらったことに、初心に帰って、バカをやらないといけないとカンヌ国際映画祭のインタビューで話した。志村のドリフ加入から、しばらく経過した1970年代後半、8時だよ。全員集合や、 ドリフ大爆笑などの番組内において、沢田賢治とよく共演していた。当時、沢田と志村は同じ事務所に所属していたこともあり、共演する回数は多かった。また、志村はドリフ加入前のマックボンボン時代に、沢田のコンサートの前座を何度も務めていたことがある。1980年代中頃以降は共演する、機会も減っていたが、2001年に、 NHK の番組で久々に共演し、東村山運動を一緒に歌うとをした。同年には、沢田の希望により、共同で、ラジオ番組、ジュリケンにも出演していた。2003年には、沢田と志村の両方が主役として、沢田の希望で、舞台、沢田、志村のさあ、殺せ、での共演が実現した。沢田とは、 同一事務所時代から30年以上の交流があるが、プライベートで行動を共にする機会は、比較的少なかったものの、2000年代に入り徐々にではあるが、交流の機会が増えていた。志村は、女性の友人で付き合いの長い人物は若手を、中心に多いが、男性の友人で付き合いの長い人物は極めて少ない方であり、ジャンルは違うものの名優とも言える間柄だった。天才。 志村動物園で共演していた、相イ雅紀を弟子のように可愛がっており、しばしば自分の人生論などを伝授した。志村死去直後の同番組で、相イはドラマや芝居のオファーが少なかった頃、志村から励ましを受け救われた胸を述べている。また、同番組冒頭で、相場は目を真っ赤に晴らし時折声を詰まらせながら、志村への感謝と救世に対する無念のコメントが放送された。 タカアンドトシが自身の持ちギャグである欧米化をこのまま続けていくべきか真剣に悩んでいた際、このままずっとやり続けるべきだと励ました。志村はタカアンドトシを非常に気に入っており、志村の冠番組での共演も数多い、千鳥の大悟とも仲が良く週8のペースで飲みに行っていた。また、没後に志村が所有していたキャデラックエスカレードを引き取っている。 大御所となって、以降は志村相手に真剣に突っ込みを入れられる、タレントは、ほとんどいなくなったが、浜田雅都氏は、自身の番組で、志村の頭を叩いていた。このことに対し、志村が、俺が頭を叩かせるのは、怒り屋のいない今は、浜田だけなんだからと共用していた。実際志村はダウンタウンが司会を務める、ダウンタウンデラックスに三十回もゲスト出演するなど、両者の共演は、 非常に多い。志村健の岸村本人の実機とサインが入った看板志村はプライベートで東村山市及び自身の実家に帰ることはほとんどない。東村山ネタで人気が出始めた頃、地元における志村公園の動きは元祖東村山温度を企画した東村山市農業共同組合が中心であった。その後、東村山ネタが全国的なブームになり、 東村山市自体も注目を集めるようになった。1976年7月、東村山市の知名度を高めた功績が認められ、当時の東村山市長の熊木義春から感謝状が送られた。なお、この時に、東村山駅東口の交番前に、感謝状授与記念と志村への激励の証として3本の欅が植えられた。通称、志村県の木。 2015年に東村山市が市政50周年記念として木の前に看板を設置した。この看板の大事、志村県の木は志村の直筆であり、またサインも掲載されている。当初、志村の東村山ネタについて市議会議員や教育関係者の中には否定的なものもいた。志村がテレビでギャグネタに東村山市名誉市民、 志村ラ県を名乗り、これは本当と思い込んだファンもいたが、その時点では事実ではなかった。しかし、その約44年後の2020年3月29日、新型コロナウイルス感染症により、志村が亡くなった以後、東村山市のホームページに追悼メッセージが、約2万2000件届き、長年の芸能界での活躍や東村山の知名度を上げた功績等から、 ありがとうのメッセージのほか、ぜひ志村さんを名誉市民に記念碑を作ってほしいという旨の要望も多く寄せられた。これを受けて6月23日、東村山市議会6月定例会で議案が提出され、6月25日に正式に名誉市民として認められた。25日の検証式には市長の渡辺直也市議、志村の遺族らが出席。式の終わりには、兄、 友行の呼びかけで、志村の代名詞的なギャグである、愛飲のポーズを全員で決めて、別れを惜しんだ。生前、前述にもある、東村山市制50周年の際にも名誉市民の依頼を受けてはいたが、当時東村山市に住んでいなかったことや照れなどもあり、志村本人が断っていた。1995年には、東村山市商工会が主催した東村山駅、 開業100周年記念イベントで司会を務めた。駅前広場に立つ、東村山停車場の日前で開かれた式典の後の小規模な催しであったが、当時東村山市役所職員の兄の紹介で出演が実現した。東村山市商工会ウェブサイトでは、タイトルロゴにアインと表記していたことがある。志村の小学校時代の同級生が、先代の社長を務めた若菓店。 餅一万では、仙台社長時代より志村にちなむ、大丈夫だ饅頭や、ダフ踏んだドラ焼きを、東村山名物として販売している。お大寺は、東村山市、久米川町の法林山梅岩寺。開名は、随心院木山県徳古寺。切り分けたスイカ。また、ある日飽きたためイカリアに相談したところ、やめていいと言われたのでその週は歌うのをやめたところ、放送後に、 子供が寝ないじゃないか。などの苦情の電話が殺到したことがある。バカ殿様のメイクアイインのポーズこの節では、志村単独の出演作品を記述する。太字は、死去時点で放送中だった番組死去後に、ライブラリーでの出演番組過去の出演番組。ありがとうございます。